佐々木朗希が急いでメジャー挑戦したい理由がこちら。なんでなんや。やはり佐々木は9歳の時の震災の影響で人生がいつまで続くかわからないという経験をしてしまってるから、一度人生が終わるという経験をしているからこそ明日の保証なんて何もないことに気づいている。だからこそすぐに自分の挑戦をしたいのではなかろうか。そして日刊スポーツによると、佐々木は与えられたというか誰かが敷いたレールだけを歩むのはしたくない、自分の意思を大切にして生きる、自分なりの生き方も生きたいと思います、とも語った。父親亡くしてるし、その影響もあるかも。普通の人とは違う経験をしかも9歳にして味わっているから仕方ないかもしれん。なんかこれ見て佐々木に文句言ってた自分は情けなく思った。確かになるほどなって腑に落ちたわ。性格が終わってるみたいな声はあるけど、初勝利のウイニングボールを両親に見せたいと答えてたし、優しい子ではあると思う。ダルが佐々木のメンタル面が心配って言ってたのも気になるよな。確かにメジャー挑戦できず終えるのが佐々木にとって一番最悪のシナリオだし、このまま NPB で投げまくって肩壊したなんてあってはいけない話だな。それで佐々木は NPB で手を抜いている説はどうなんだ。本当にメジャーで全力を出せるように調節しているんじゃないの。日本で壊れるよりアメリカで壊れた方がいいって思ってそうだけど、アメリカの方が過酷だし選手生命短くしないといいな。この考えは納得。我々がヤジ馬になって騒ぐのが本人にとっては迷惑だろうね。答えはもう彼の中で決まってるし、信念はかなり競争。大谷には栗山いたし、ダルだって新庄とか自分を支えてくれる人いたけど、佐々木を吉井はどう扱ってたんだろう。吉井さんもかなりのプレッシャーで日々過ごしていたのは間違いないと思う。佐々木は高校の最後の登板も投げれてないし、プロで悔いだけは残したくないってのはあるんだろうね。父親を自身でってのは辛い話だよな。本人の背景を知らずに結果だけ見て騒ぐのはみんなやめようよ。佐々木に批判は不可解。ポスティングをお願いするのは自由だし、最終的に判断を下したのはロッテじゃんってなった。俺は佐々木を応援するわ。メジャーでは今より辛いこともあると思うけど乗り越えてほしい。あと2年って言われても2年って長いからな。その間に何が起こるかわからないし、できるだけすぐってのはなんか気持ち少しわかる。本人の辛さに共感はできないけど、思いやることなら少しできる気する。まあ憶測だろうけど、ダルもメンタル面心配してたし、幼少期の経験って結構若いうちは響くからな。ロッテファンなら文句言うのはわからないでもないけど、その外野は黙っておいた方がいいんじゃないか。最後までご視聴ありがとうございました。こちらの動画も見てくださいね。